どうも、パフォーマンストレーナーの宗之助です。今回はですね、リクエストにあったんですが、この N-Team っていう、N-Team っていうグループですね。これジャパニーズなんですね。ジャパニーズのボーイズグループ。ここにウィキペディアで見てるんですけど、サバイバルオーディション。んで、アイランド。オーディションだ。ハウインっていう。まあ、そのグループができたのかな。あ、オーディションからできた。はい、ハイブなんですね。わー。まあちょっと、最近もちょっと、事務所関連、食われてますね、ジャパンはね。昔のアイドル文化くらかと、ね、ちょっと比べたら怖いもんがありますが、まあいいと思います。こういうふうにどんどん先を越されて、越されていくんでしょうね、日本もね。もしか、それか時代が、もう、まあ変な、クソみたいなルールがなくなってきて、僕はいいと思います。どんどん食われて、まあ、ね、そういった、ハングリー精神が日本にはもう出せないのか、出せるのかわかりませんが、まあ、いい人材がね、これだけ、活かせてもらえる現場があるんであれば、それはそれで、それに越したことはないですね。それでは、初ですね、NT 見たいと思います。なんかハイブっぽいな。ちょっと待って。後ろの子たちも動きいいっすね。軽っ。このソール。ピオって書いてある。この体軽いね。うぃ。おー。おー。おー。確かに。おー。おちょっと待って、これ画質が良すぎんね。ちょっとごめんなさいね、皆さん。今のところは誰も浅さとかないよね。何かっていうと、これすごいですよね。止めるとこは止める。で、ヘッドの使い方とかもすっごい近いです、ここ。今の足のこの運速って絶対にね、こういったところで絶対こう体の経験値の甘さというか体のストレスの甘さ出やすいんですけどね。結構日本人グループが多いところって結構差が出たりするんですけどね。ないっすね。アームスのぶち当て方もものすごく力強いしね。ハイブだもんな。おほほほ、すごい。この歩き方は今あれがないね。このね、履け方とか歩き方って、行くぞっていう感じがない方が、ふわっとこう、ゴーストみたいな感じで、なんかこう、不思議な感じで歩くんですよね。まあ、こんなこと思うの僕ぐらいかもしれないですけど、もういいっすね。めっちゃ天取りしてる。うわ、この黒パンの子はとっても、この天取りからのこの右足の長く使い方、これはこう身体能力高いでしょうね。すごい綺麗ですよね、これね。
こういった時にこの全部こうラインがこう見えるっていう、すごく点取ってでしょ、これ、つま先で。これはすごくこう、この道の人ですね。ウィー。うん。みんな落とし方すごい綺麗です、股関節。うぃ。うぃ。うぅ。うわ、めっちゃターン綺麗、この真ん中の子。うぃ。うぃ。スライド。スライド綺麗。なんかさ、画質がもうちょっとよく見えた。ええー、ちょっと待って、あ、今目が追いつかなかったな。うわ、すっごいね、目追いつきます、これ。お、これみんなハーフニーリングで、これハーフニールって言うんですけど、片足のことハーフニーリングポジションって言うんですけど、ハーフニールからこれみんなニーリングになっちゃったの、これ。マジックみたい。いいっすね。腹の落とし方っつってね。力強。このメンバー。うーい。なかなか、今結構ね、日本人のグループ見てるけど。まあ、9人だからね。ここまで均等なパワーバランスってあんま見ないっすね。すごいっすね。これもなんか使い方うまいっすね。この右足にこう、急進的にぶち当たって体を上げてきてるんで、これ。足引いてね。すごくアライメントも綺麗だし。うん。今、勝手にちょっとこう気づいたんですけど、気づいたっていうか、ふと思ったんですけど、プロプリオセプションって言って、まあ、皆さん、カイロプラティックって知ってると思うんですが、まあ、この前、アメリカの映像で、プロプリオセプションって言って、まあ、受容体の固有受容器のことなのかな？プロプリオセプターとか。その話をしていて、脊柱の話なんですけど、やっぱりそのサブラクセーションって言って、背骨のこの流れとか、このハーモニーとかっていう言葉を使うんですけど、その配列がこう崩れることによって人間は、まあ、いわゆる自由化されて動けないっていうのと、人間の背骨のズレというか、みんなあるのよ。ここを皆さんナーバスになっちゃいけないけど、みんなトータルで完璧なバランスでいる人なんて絶対にこの世に存在しないんですよ。そう、それだけは絶対勘違いし、100%整うなんていう体は絶対なくて、ただ、なんかその説明文ですごくなんかわかりやすいなと思ったことが、そう、脊柱の背骨の一個一個錐体のそのバランスが良くないと、すべてのこの力の経路っていうのかな、伝達、脳からの伝達もそうだし、センサリーって手先、足先、感覚的なところからの情報処理力っていうのは落ちるっていうね、そう。だから、人間って背骨がずれてるとかってわかんないから、結局痛みっていうものでアラートを出していくんですよね。で、これ大人になって怖いのは、その痛みっていうアラートがどっから来てるかわからないっていう時が一番怖いんですよ。で、痛みが来てるとか何か情報が狂ってるなっていうのは、やっぱり動いてる習慣がある人ほどやっぱり分かりやすいですよね。だから動かない人ほどその情報がないんですよね。で、その情報がなかなか感じられないまま年齢を重ねていって莫大な何か問題を引き起こすっていう可能性が多くて。
で、やっぱりその背骨の話って考えると、やっぱりいろんな情報を伝えたりとか、情報を感じ取って、またレスポンスするっていうことを考えると、姿勢っていうもの、単純にね、単純にやっぱり姿勢が良くないと、全く、簡単に言うと話が進まないんだなっていうのが、なんかね、再認識したというか、まあ本当解剖学的じゃないけども、中身がどうであれ僕は、まず若い時っていうかね、その時はまずこう動き、立ち振る舞いだけでも姿勢良くするっていうことがもう基本中の基本。ダンスする、動きをする、自分の立ち振る舞いを良くして綺麗に見せるっていう、もう本当に背骨の姿勢が良くないと意味がないんだなっていうのを分かりましたよね。で、やっぱりどんなこう動いてる時でもやっぱ姿勢が良くないと、どんな時でもアライメントを綺麗じゃないと、人間の動作っていうものが綺麗に見えないっていうのもあるし、綺麗に導かれないっていうのもあるんでしょうね。なんかそういった情報を聞くと、やっぱり今は、パフォーマンスを良くするっていうことが筋主体じゃなくなってきたんだなっていうのは世界的に感じますよね。この子めちゃめちゃ、こう、めちゃくちゃこうチェストクローザーっていうね、ポジションなんですけど、チェストクロージング。ものすごく柔らかいよね。股関節の内旋とかね。これチェストクローズして、ケツ柔らかいと、ケツが柔らかいじゃん。ケツが硬かったりとか、胸椎が硬かったりすると、膝外逃げるんですよ。これこう、内ももと左胸が、こう近いでしょ。これやっぱりもう体に制限がないことによって、こういう風な、こう、細く、線が狭くこうまとめられるんですよね。あ、バク宙するのかと思った。こうバク転します。でも、しません。してくれ。オーバーヘッドポジション。ね、もっと背骨走らせてもよかったかもね。ここら辺だ。ちょっともたったね。まあまあまあ。すごく綺麗。こういうところのアンポジションで、これ言うのだよね。本当に厳しいだろうな、ファイブは。おーい、おー。いいですね。このヒップエクステンションつってね。これはね、すごく肩周りの線も柔らかくなきゃいけないし。で、今、ここで、ここちょっとね、折れちゃったね。やっぱここまで粘れるといいよね。ほら、わかるかな？ここの脊柱が屈曲しちゃうとね、もたっとなっちゃうんですけど。やっぱこっちの左の子みたいにこう面で捉えて、スポット入れる方がやっぱ綺麗。今のもそうですね、シンボックス。この股関節の柔らかさ。こっちの股関節ね、こう柔らかいですね、このセンターの子。このストレッチ皆さんやった方がいいよ。ものすごくやった方がいい。もうこうねじれる。ね、スパイラルでこう伸ばせる。重要な、人間の動きにとても重要なこのね、柔軟性なんで、こう見えてね。うまいっすね。アームス動かさないで足のリプレースを取ると。うおー、やっぱここ入り方すごいですね。うわ。もうこっから落ちてるもんです。こっから。すごっ。首が。超、もうほんとね、全然こう差がないっすな、この足の置き方とかね。
ちょっと右の足首クラッピングしてるけど、このアディダス、このラインの子ね。うん、ここはちょっとつま先立てといた方が、揃い的にはいいかもしれない。どうしたんだろう。うーえ。すごいすごい。すーごく重心揃ってるよね。うー、ここよね。こういったとこすごいっすよね。怖いよね。この、追求性がね。うえ、このフリーな。うえ。おお。コレオグラファーがすごい。おお、はいえな、おい。はやっ。ういー。いや、ちょっと待って、この黒い子もすごいな。すっごいもう、ちょっとあれですけど、もうこの低空での、この低空って違うか。低陸だけど、この低い姿勢で、この、上半身をこうスイングする動きあるじゃないですか。こうやって結構内転部だったり外旋位とか、股関節の柔軟性とか安定性が両方必要なんですよね。そう、だからこういう動きやるとめちゃめちゃいいですよね。体が整う。うん。こういう動き。すっげえ深いでしょ。これ右の広背筋ストレッチかかってるから、これ左の臀筋もこうね、伸びてるわけです。まあそんな簡単なことじゃないですけど、まあ何がいけないかっていうと、すべてこう、ただ単にまっすぐな線で体って伸びないっていうね、こう、すごくこう、螺旋状に体使ってるっていう。うーふ。上下がすごい半端ないね。この上からスコーンって力抜ける。うん。この真ん中の子、ほんとなんかね、線が強いね、姿勢が。うーわ。みんな強いな、これ。おい。アイソレートしてますね、股関節。めっちゃ揃ってるね、これ、天取りが。うぃ。ドゥン、カッて、もう全部そういう動き、グン、グン、グンっていうね、音というか曲に合わせてますね。すごい綺麗ですよね、これね。ちょっとこれクラップスするけど、うん、やっぱこう、まっすぐな線でこうね、走ってくるといいですね、足はね。うぇ、素晴らしい。大好きです、こういうの。これさ、本当にこう体の、ちょっと硬めの子がいるね。これ本当みんなね、柔らかさが統一されないと厳しいですよね。これね、硬いとどうなるかっていうと、この左足の方向に体向いちゃうんですよ。うん。そう。だからこうねじれ、そしてこの右の股関節のこの屈筋群って言って、この腸腰筋とかの部分ね。ここの部分、この心ボックス、心ボックスっていうのはね、で、この股関節の、右の屈筋群部分が硬いと、そこに対して右の脇が一緒にひっついてくるようにね、体がね、こう、足の方向に曲がってっちゃうんです。つまり、後ろ向けないです。そう。だから、これは、右の脇、ラテラルラインって、右の脇から、お尻の側面もそうだし、右のこの腸骨筋からこの屈筋群って言われる前側の部分もそうだし、あと右のこの脇のところね、広背筋とか大円筋とかこういった部分も柔らかくなきゃいけないし、すごくこうねじれる動きなんでね。そう。どうしても男の子たちは硬くなりやすいですかね。もうベースにやっぱこういった柔らかさ持ってないとやっぱ振りについていけないですよね。
ちょっと待って、何の振りだったか。落ちてきたんだよね、これね、最後。つつつつ。あー、そっかそっかそっか。もうこれだから硬い子たちはどうしなきゃいけないかって、もう右のケツ締めて、足進展させるしか方法がないよね。硬い子やっぱ足後ろ行かないからね。N チームのみんなは、めちゃくちゃこうパワーバランス整ってる感じですね。ちょっとまた、ぜひコメントでいろいろ教えていただけたらと思います。Under the Skin Dance Practice。さよなら。